出るときはマスクと手袋をしてください。触ったところにいっぱいウイルスがついてるからしっかり防護してくださいね。はい、じゃあ今日ちょっと皆さんもこの辺もだんだん重くなってきてると思うから、これ見てちょっとやってみてください。首と肩と腕と背中、ここがとっても楽になります。じゃあここは誰もいないから外しますね。はい、マスクと手袋は、何でもいいけど、何でもいいけど、私は手袋のまま上から手を洗います。はい、じゃあまず一度呼吸しましょう。はい、息を吸っていっぱい吸いますね。胸の中いっぱい入れて、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 背中がちょっと閉じてきましたね、胸開いてきましたね。はい、お腹はおへそから下でしたね。そこぐーっと力入れて、膝は左と右に少し突き出すような感じ。はい、口から力抜いて吐いて、ふーリラックスです。もう一度行きましょう。息を吸っていっぱい吸いました。はい、お腹のところ、膝、背中、そのままキープ。はい、吐いて緩めてリラックスです。はい、じゃあ手を振って伸びましょう。ここで内容に注意して、はい、息を吸って、はい、お腹バスナーで肩甲骨の下前出しましょう。上行きますよ。肩甲骨の下、脇のところ気をつけて、膝はどうでした。はい、手首上、はい、手首のところぐーっと、膝はおへそはおへその下ね。はい、肩甲骨の下もやりましょう。首しんの方ちょっと上向いてもいいから、首を楽にして、はい、吐いて、はい、リラックスです。はい、OK。 じゃあ後ろ行きます。後ろ手を組みます。いつもやってますよね。この時に顔を出さないようにしなきゃいけないように行きますよ。はい、手組んだ時点でこれあかんのね、これあかんのね、これ肩甲骨できてないですよ。はい、肩甲骨の下を寄せて、はい、上は開いて、手首から後ろ、下じゃなくて斜め後ろにずっと、はい、私の方で見て、少しずつ上に上がってきてますね。はい、踏み上げて、これこうしたら首しなくなったから、首行こうね。はい、そのままずっと伸びて、はい、ここ突き出したらこの人ちょっと突き出さないように、ちょっと気をつけてそのまま伸びます。はい、吐いて緩めます。もう一回行きましょう。はい、息を吸っていっぱい吸います。さっきと一緒に吸って、はい、でお腹は膝であった、手首、はい、ちょっと伸ばしていくけど、胸、首の力抜いてずーっと揺らしていきましょう。胸開いてきますよね。お腹、膝、肩甲骨、腰反ったらないよ。腰反る力抜いて、はい、吐いて緩めてリラックスです。2回やります、2回。はい、で、今の状態のなんですけど、片っぽはグーでやっていきますね。グーは猫ちゃんみたいにやります。この猫ちゃんみたいになった腕を後ろに回してください。その腕を左手で掴みます。だから後ろから見るとこうなってる状態。グーして伸ばしてここ掴みます。はい、掴んだらね、このままゆっくり後ろに、さっきと同じようなところにずーっと上げていた胸もグーってなりますね。はい、そのまま引っ張っていきます。ちょっと左に引っ張っていて、はい、そのまま首をゆっくりと左側、はい、そのままの上に少し上がるところまで上げてください。はい、それでキープです。はい、吐いて、はい、緩めてリラックス。はい、こっちが左側、右側って言いましたよ。次反対いきます。グー作って猫ちゃんみたい、はい、ぐるっと、はい、で手で手首からちょっとこう手の甲まで掴みます。そのままゆっくり後ろにずっと移動させて、そこから少し右側へ引っ張っていきますね。顔を右側に向けて、そのままぐるぐるぐるっとできるところまでよ。はい、そのままキープで、胸開いてください。はい、緩めます。じゃあ息吸ってやっていきましょう。はい、息を吸っていっぱい吸って、お腹は膝どうでした、肩甲骨の下やって、はい、猫ちゃんしてください。ここへ首を中入れてる方がいいかな。はい、そのまま一回上に少し上げて、上がる方に上げたらちょっと右側に行って、顔を右に向けて、そのままぐーっと胸を上に向けていく感じ。そのまま
リラックス、はい、はい、じゃあ先ほどもう一回しましょう。ペグで息を吸って、はい、肩甲骨の下をやって、お腹と膝、はい、そのまま斜め後ろ、ぐーっと腕、そう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 、そのままそのまま、はい、胸と腕、これがちょうど対角線上、前上と後ろ下、はい、吐いて緩めてリラックス、できました、できましたか、はい。それで今やったのは首、ここね、ここ、この筋、あるいはこの筋、この筋ね、今日さんに言うと筋言いますけど、あとここのね、後ろのここのところ盤状筋があります、ここも伸びてますよ。それから三角筋ね、上腕二頭筋も伸びてるし、はい、ここ、ここら辺もこのグーってするところで、この辺もリラックスできます。あと最高にいいのはこの後ろ、肩甲骨と肩甲骨の間のこことここのところが動いてスッキリして、ここにね、圧縮脂肪がいっぱい詰まっとるから、ここ動かしたら脂肪燃えるよ。ちょっとあったかくなった、もう一回目上げます。最後息を吸って、はい、お腹、はい、そのまま上、脇と肩甲骨の下、はい、くるっとひっくり返すときは肘はぶつかんようにして、手首で押して、お腹どうでした、背中どう、胸の下はどうだった、首力ぬく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 、はい、そのまま、はい、吐いて緩めてリラックス、はい、ちょっと上半身すっきりしたかな、これちょっとだけ1回2回1日やってください、10回やったらダメよ、少しだけでいいです。4月レッスン始めますからね、そしたらね、またね。